ホワイトホルム城に潜入して指揮官をうつべしと主張する。セレノアらは危険を伴うものの成功すれば一気に刀がつくこの策を採択した。 ロラン王子、大事の前に 一つ尋ねたいことがあります。なんだ。ホワイトホルム城に潜入する策の真意を話してください。もちろん王都に無用な被害を出さないため、そしてこの手で仇を討つためだ。それだけですか？ ロラン、私にだけは本当の気持ちを。俺は妹コーデリアを救い出したい。大軍で攻めればあいつを巻き込んでしまう。だが忍び込めば機会もある。これは国を取り戻すための戦いだ。 なのに俺はこんな指針を消せない。軽蔑してくれていい。私も人を率いる者として考えます。心を消せたらどんなに楽だろうと。だが進化として、いや友として、そんな人間と共にありたいとは思いません。 入港している大型船は一隻だけか。あれを魔力結晶で沈めれば逃げ道はなくなる。ハイサンドは大軍らしいぞ。グスタドルフ総帥不在で大丈夫なのか？心配はいらん。アブローラ将軍がおられる。将軍は信頼できるが、 タラースとエリカがな。声が大きい。あの二人に聞かれたら何をされるか分からんぞ。やはりグスタドルフは不在、アブローラとタラース、エリカは在所。 セレノア殿、私とカンセル殿が動かせる限りの兵を率いてきたぞ。
援軍、感謝します。ああ、感謝してもらおう。ハイサンドがこれほどの大軍を動かしたのは30年ぶりだ。海軍に小細工は不要。正面から圧するのが成功法だが、ウォルフォートは奇策を用いるそうですな。はい、力押しでは王都と民に甚大な被害が出ます。我々がホワイトホルム城に潜入し、エスフロストの指揮官を撃つ。あなただけが知る隠し通路があると。そうだ、王都が落とされた時も同じように忍び込んだ。効率的な策ではあるが、最新の情報によればグスタドルフは本国に戻っているようだ。ならば標的は最小のタラースとエリカ、そして軍を率いるアブローラだ。ミロには魔力結晶で船を破壊してもらう。奴らの退路を断つんだ。そういう意地悪大好き。確かにアブローラたちを倒せば城は落ちる。その策で行く。お二方は王都に圧力をかけ、エスフロスト軍の注意を引きつけていただきたい。その隙に我らは城に潜入します。承知した、ご分を祈る。ハイサンドの大軍がウォルフォート城に入りました。間もなくウォルフォート家が動くはずです。目的はここですね。ウォルフォート家が再び王都に。コーデリア様、彼らを味方と思わない方がいい。セレノア殿は今やハイサンドの七聖人。しかもウォルフォート家はかつての主家の城を攻めるのだ。何より欲しいのは大義。あなたが持つ王家の地です。彼らも私を傀儡にするはずだというのですね。その通り。しかし心配は無用。私が守るこの城に隙はない。少々騒がしくなるが、ご心配なく。あなたは私が守ります。アブローラ将軍の言葉に嘘はない。でも、私はウォルフォート家を信じたいとも思っている。ああ、お兄様。どうか私に強い心を。ウォルフォートとハイサンドの両軍はそれぞれに作戦を開始した。ハイサンド軍はエスフロスト軍の注意を引きつけるべくグリンブルク王都を包囲。一方セレノアラは受け取ったエルフリックを手に隠し通路へ、密かにホワイトホルム城内へと侵入を試みる。ハイサンド軍が動き出したぞ。王都に迫っている。体勢を整えろ。さすがエグサム殿、見事に注意を引いてくれたな。まず港へ。アンナの偵察によると大型船が一隻停泊しています。魔力結晶で破壊して敵の退路を断ちましょう。
思っていたより兵が多いな。商店から美術品や宝石を運び入れるだと？何のために？エリカ様の命令だ。万一の時は奪って逃げるつもりなんだろう。無茶苦茶だが逆らうと後が怖いぞ。やればいいんだろ。商人たちを呼べ。これは使える。商人に化けて船の中を調べてきます。敵兵の配置さえ分かればミロを引き入れることもできるはずです。私が行こう。男の方が目立たないはずだ。危険です。お前やエラドールでは貫禄がありすぎる。適材適所だ。それなら俺が。あなたにはこの後やるべきことがある。わかった。頼む。みんなは隠れていてくれ。後で持ち合おう。勝つための努力を惜しまない人なのね、セレノアさん。気に入った。船の様子はどうだ？敵の配置を確認しました。注意をそらせばミロを引き入れられそうです。おい、そこの商人。無茶を言ってすまない。総帥に報告して必ず償いは。貴様ら、
何者だ。しまった。忍び込んだ。タラース。フレデリカまで。分かったぞ。コーデリアが手引きしたんだな。あの女にお前たちの首を突きつけて問い詰めてやる。標的の一人がいるなら好都合だ。船ごと沈めれば作戦は続行できる。はい、攻め込んで魔力結晶を仕掛けましょう。了解。私に任せなさい。ウォルホートども捕らえよ。コーデリア殿下の前に首を並べてやるのだ。じきに姉さんが来るだろう。この手柄は僕のものだ。誰にも渡さん。造園が来ても厄介ね。どうするの。作戦に変更はない。もろとも倒し船を破壊する。どうする。この策ならば。仕事の時間です。ついてこれない。捕まえて。楽しくなりそうだ。さて、助かります。行くわね。撹乱するわ。
どこへ飛びましょうか。負けられない。俺が相手だ。私のできることを。フラナガ、マイ。崩せるものか。勝利への糸口は。のためによし。さあ行こう。私の番だね。楽しみを独り占めしようとしていたのかしら。ちょ、思ったより早かったじゃないか。仕方ない、二人で奴らの首をはねるとしよう。エスフロストの名にかけ。さあ行こう。して見せましょう。エリカと言ったかしら。心も顔も醜くて生きづらそうね。今楽にしてあげるわ。軽薄な口を閉じなさい。この女殺してやる。この盾が破れるかな。俺が盾になる。行くわよ。これでどうなの。私もできることを。速さを付与します。
嬉しいです。行きます。行きましょう。押し切れそうです。行きましょう。押し切れそうです。最善の手を。守りを固めましょう。いいね。こちらの番だ。構え。うまくいったようだ。さあ行こう。俺は負けん。この槍を受けよ。楽しみましょう。あら、フレデリカ、あなたもいたのね。汚れた女だわ。家族を裏切って平気な顔して。私を家族だなんて、これっぽっちも思っていなかったでしょ。そうよ、あなたは私たちのおもちゃ。ただ黙って泣いていればいいの。そうね、私は耐えることが正しいと思っていた。でもあなたたちにはもう屈しません。さあ行こう。手応えあり。参ります。耐えられるか。効果的ですね。合わせと深め。満たすか。押し切れそうです。合わせと深め。止めます。この距離なら。さあ行こう。行くわね。かく乱するわ。食らいなさい。残念でした。
せましょう。焼き尽くします。え、私のできることを。回復します。ありがたい。最善の手を。甘い。調子に乗ってスキャリ。やはりそうでした。やった。この盾が破れるかな。俺が盾になる。こちらの番だ。うまくいったようだ。容赦しないよ。甘やかしはしないよ。行くよ。やくらえ。こいつ手応えあり。ただの的ね。エスフロストの名にかけて。俺は負けん。どうだ。いける。いける。狙い通りです。やらせてもらう。目障りね。仕事の時間です。どこから攻めるか。狙いを定めて。無様ね。何？痛かった。争いを収めるために。炎よ。え？やばっ。何これ、見とれないわよ。私がこんなところで。死んだ。ね、姉さんが。最善の手を。さあ行こう。どうしようかしら。私を追える。蝶のように残念でした。やりやがった。行きますか。
速さを付与します。腕が鳴るぜ。誰？ガラ空きだ。さーて、とどめ。助けはいるか。やらせはせんさ。仕事の時間です。やってくれるな。なりかけて。今こそ。ガラクだ。ハイサンドに尻尾を振ってかつての死刑にあだ盗すと、すっかり落ちぶれたな、ウォルホートよ。何とでも言え、大義は我らにある。争いを収めるために。炎よ。仕留めます。国にはさせない。捕らえた。任せろ。苦しみは食らえ。行きます。加勢する。エースフロストの何を。これで行くわね。しまった。私のできることを。これで傷を。ありがとう。私の番だね。とどめ。今だ。なんとかするさ。俺
俺が相手だ。勝利のために。行くぞ。構え。出番だな。加勢する。さあ行こう。これで。最善の手を。この策ならば。仕事の時間です。私の魔法で。やるしかないか。どこへ飛びましょうか。楽にはさせない。行くわね。蝶のように。私の番だね。回復はお任せを。皆さんのために。恐れ入ります。甘いわ。さあ行こう。かかってこい。我が盾を見よ。行くぞ。俺に守れぬものはない。行くぞ。ご命令を。奥の手だ。はっ。最善の手は。エースフロストの名にかけて。
集え、ウォルホートの旗に。助かります。私の番だね。うん、合わせます。行きます。炎よ。え、フレデリカ、僕の犬になると誓え。そうすれば特別に生かしておいてやる。脅せば誰もがあなたの思い通りになると思わないで。汚らわしいローゼルの意味語が口答えするな。エスフロスト家のお天ね、粛清してやる。今ならわかる。あなたたちも孤独だった。不安を私にぶつけていただけ。終わらせましょう、今ここで。私のできることを。これが私の役目です。ありがたい。制してみせましょう。この距離なら。どうしようかしら。はあ、蝶のように。仕事の時間です。エスフロストの名にかけて。勝つぞ。どうだ、この技ならば。助けはいいか。やらせはせんさ。この盾が破れるかな。どけ。勝利への糸口。焦りは禁物。もう一働きするか。さーて、皆さんよ。やるしかないか。行きますか。支えなければ。感謝いたします。学んだ力、今こそ。炎よ。制してみせましょう。狙いを定めて参ります。ついてこれまい。ついてこれまい。
やればいいんだろ。エスフロストの何かか。ところで、始めましょう。はあ？お仕置きよ。行くぞ。どう攻めるか。この手で行きましょう。行くぞ。羽ばたけ。腕が鳴るぜ。どこからでも来い。楽しくなりそうだ。どけよ。よし、行くよ。私のできることを。これで傷を。しびれるね。はっ、遅い。どこへ飛びましょうか。加勢する。学んだ力、今こそ。やったな。あ、くれ。はっ、おっぱい。行くわね。これでどうかしら。俺は負けん。覚悟。加勢する。どう攻めるか。裏なの参る。やらせはせんさ。参ります。忍びます。さーて、どうしてこうなった。どけよ。俺が相手だ。負けられない。行きますか。回復します。すまん。どこへ飛びましょうか。
を貸せ、フリューゲ。行きます。出番だな。感謝いたします。最善の手を。こちらの番だ。構え。ふざけるな。うまくいったようだ。くそ、これで。行きますか。回復します。ありがとう。どう攻めるか。行くぞ。行きます。食い止めてみせる。行くわね。終わらせましょう。究極の炎を。邪魔者は片付いた。魔力結晶を仕掛けるわね。エリカ、タラース。こうしなければ我々が殺されていた。仕方のないことです。そうだ、今まで敗者を踏みつけてきた報いだ。敵を倒して進んでいるのは私たちも同じです。そうだな。
勝ったんだから別にいいじゃない。準備完了。いつでも爆破できるわよ。すぐに起爆を。爆発を陽動にしてアブローラを探しましょう。頼む、見ろ。もし違う道があったならごめんなさい。エリカは私のこういうところが嫌だったんですね。さようなら、私の家族たち。エスフロスト軍は大混乱。作戦通りですな。船の爆破を合図にエグスアム殿らは兵を引く手はずになっている。アブローラが出陣していたとしても城内に戻ってくるはずです。行くぞ。アブローラを探し出して倒す。アブローラのそばにはきっとコーデリア様がいる。絶対に救い出すんだ。敵がコーデリア様を利用する可能性は高い。大きな危険が伴います。だとしてもだ。わかりました。